ジムまあそこそこ。これどうなってんだすんげえ色の変化この日焼け、そして日焼け、さらに日焼け力入れる必要ねいや俺日焼けを見せたいよ。日焼けしたい。別に筋トレやってないけどな3年前に少しやっただけでこの感じ確かになんか太いんだよ。なんかやっぱ生まれつき太かったよね。そもそもチャック開いてないから大丈夫。大体部屋にいるときはチャック開いてます通気性を重視しています。以上ですJapanese song. Okay, once more. Right. China. China.かき集め探し物探しに行くのさワンピース謎なしまんなんて渋滞のもと足を取るのさここにかぶってた高田の地図も確かめたのになら伝説じゃない自分で良いな話は誰かのバイのリズムの糧追い過ごせばいい「先の夢をかき集め」「探し物探しに行くのさ」「シャゴレディガイ」「それと言われるマイフレンド」「We are We areこんばんは。どうしたんですかこれ。あげこやけの赤とんぼ追われていたのはいつの日か。山の畑の桑の実もなんだっけこの後おかごに積んだはいつの日かバイソンです。バイソンの音痴具合にも飽きれず最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。バイソンは新年早々風邪をひいておりますまあそれはさておき、バイソンブログバングラデシュ旅、今までご視聴いただきました皆様のおかげでなんとここまでたどり着くことができました。最後になりますが、これまでの思い出を振り返りながらバングラデシュ旅を最後にしたいと思います。エンドロールにはコメントしていただきました皆様の名前を載せさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。ではどうぞ。やっとこう長旅から今日成田空港に到着しました。私はすごく元気ですが、海さんは疲れて本当にかわいそうだ。風は悪化する。パスポートの顔認証は一人だけ認証されず、かわいそうだった。だがしかし頑張っている。あと2時間で家に着く。頑張ってくれ。ケツが痛い。下痢もしている。足も臭い。風呂にも入っていない。これが海外旅行です。どうでしょう、皆さんも行きたくなったんじゃないでしょうか。帰国できた感想を一言お願いします。寝たい。帰ったらお粥を食べてください。以上です。